ワイルドサイド、秋におすすめの3本の、3本目、まあシーズンで通してね非常に使用頻度の高い、P スピニングセッティングで使う、ST の、65L、このロッドねもう私の釣りにはもう今では欠かせないロッドになってるんですけれども、P を使って、まあ、ソフトなね、ソリッドチップ反発の弱いソリッドチップを使って魚に食わせるというパターンなんですけれども、秋の最大のおすすめはやっぱりこれですセーラーミノー、セーラーミノーを使ってね湖北を中心にスーッとまっすぐ引いていくとウィードやアウトサイドエッジなどからアユを追いかけたマスたちがふわっと湧いてくる。もうこれボコボコに釣れますね。でこのパターンね、例えばちょっと追いが悪いっていう時には、アイシャット、3.8、まあ、ピンテール系のね、やつを水面でちょんちょんと実施したりします。でこれね実は、軟膏でも使えるんですよ。軟膏の場合はこれをオフセットフックにして例えば秋のシャローのウィードエリア、水がきれいになったところのウィードが水面まで来てるところの横で、オフセットフックでちょんちょんって引っ張ると、そしたらダバッと引っ張っていくんですね。トップウォーターでは出にくい時に非常に有効なパターンです。でこのね ST の 65L はまあ長さもある程度あって、そしてやはりねワイルドサイド特有のアラミドのパワー、このパワーがないとグラッと魚が曲がった時ね入ってる時に浮いてきません。スピニングロッドだからって弱いっていうわけじゃなくて、こっち側はね P を使っています。 P の方は、北の場合は 0.85、南湖の場合は1号をメインに使っています。それを使って、まあ、リーダーラインは、北の場合は10ポンドフロロ、南湖の場合はもう14ポンドまでです。それを使ってカッとカッとこういにグーッと巻き上げます。これたまんないですよ、やってみると。まあ、基本的には、ね、どちらの釣りもやっぱりトントンとツイッチした時、特にこのアイシャットをツイッチした時に普通のカーボンロッドだと竿が曲がらないからトントンとねまっすぐシュッシュッとこう引かれちゃうんですよ、まっすぐこういう風に。ところがソリッドでやってるとトンと引っ張った時にちょっとこう反発が低いでタメが出来上がるんですよね。タメがあるからトンと左右にスッスッとこう左右にダートするんです。で P で浮いているんで水面下に潜らないし水面直下をファッファッとこう綺麗にダートしてくれます。これだからもう絶対に私はもうソリッドと P 組み合わせないとできない釣りだと思います。もうこの釣りを抜群に釣れるんで、逆に言うと皆さんそのソリッドとか P とかを持ってないっていう方にとっては全くできない釣りなんで、非常に穴場的な釣りなんですね。だから非常にね今もう私の中ガイドの中でも非常にこれもうメインパターンになることが多く、まあ、北に行ってこのロッドがなかったらもう絶対にできないなっていう感じで、まあ、ゲストさんにもねぜひおすすめするロッドです。 ST の 65L、秋の釣り湖北南湖ともにやってみてください。